科学技術庁長,長官、通商産業大臣。秋田県川辺郡川辺町生まれ。秋田中学時代は野球部員として甲子園出場の経験がある。1933年、東京帝国大学経済学部を卒業後、南満州鉄道に入社し、調査部に配属される。その後、広和院に転じ。ここで大倉省出身の大平正義。 農林省出身の伊藤正義らと知り合い、第二次世界大戦後も、旧県会と称する会合をもって、交流を深めた。以後企画院、大東亜省、内閣調査局にて調査官を歴任した。戦後の1947年、経済安定本部に転じ、初代経済復興計画室長として、経斜生産方式による政策の遂行に拉腕を振るった。 その後経済審議長計画部長、科学技術長原子力局長を務め、1960年の第29回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で旧秋田一区から立候補し当選する。以後当選九回、高知会に所属。厚生政務時間等を経て、1974年、三木内閣にて、科学技術長、長官、1979年、 第二次太平内閣にて、通産大臣として入閣する。1986年政界を引退。その地盤は、二田工事に引き継がれた。自民党随一の資源、エネルギー問題の専門家で、電力、ガス、石油業界の信頼が厚かった。1985年君一等局日、大受賞受賞。1986年12月13、日間後編により死去。 去年77、元上小兄村、村長、小林博明は娘婿である、大平正義38.42ページ。ありがとうございます。